6月25日火曜日 C ステーションの時間です。皆さんはじめまして。今日から春日井小牧の C ステーションをお伝えしていきます。入社3年目生田絵里です。皆さんに早く顔を覚えてもらえるよう頑張っていきますのでよろしくお願いします。それでは早速ラインナップをご紹介します。今日のラインナップはご覧の通りです。それでは早速ニュースをお伝えします。まずは春日井市の話題です。夏本番に向けてヘアスタイルを変えたいなと思っている人も多いかもしれません。今回は市内のある珍しいサービスを展開している美容室をご紹介します。市内2カ所に店を構える美容室フラッシュ。8年前に開店し、2年前八田町にこちらの2号店がオープンしました。30歳からの美容室と落ち着いた雰囲気で安心して通えるお店として地域の人に親しまれています。安心安全をモットーにスタッフが厳選したオーガニック薬品やナチュラル商品を使い、一人一人の要望に合わせたスタイリングが人気です。美容師になる前、営業の仕事をしていた店の代表は、外回りをする中で市内には一人暮らしのお年寄りが多いことを実感。こうした経験から、高齢者や体の不自由な人、美容室に行きたくても行けない人のために市内全域無料送迎や訪問サービスも展開しています。美容室としては珍しい福祉美容に力を入れているお店です。専門性を持てるようなことをやりたかったので、30歳からと線を引いてるわけではないんですけど、白髪染めでしたらどこにも負けませんとか、白髪染めの知識、それを生かしたりだとか、そして染めながら鮮やかにしたりですとか、やっぱりそういったことがやりたかったのが一番のこだわりです。逆に僕はなんでやらないのっていうところからスタートしてるんですけど、送迎は もちろんのこと、春日井全域無料でやっておりまして、それ以外も施設への訪問カットというのも力を入れておりますので、その美容室に来ていただくということが、それ以外にも私たちは出てってもいいんじゃないかなっていうところが一番最初から考えておりましたので、特にその辺は疑問に最初から思ってなかったです。美容室を営業する傍ら、スタッフ全員が市内の福祉施設などでボランティア活動を行っています。6月5日デイサービス日だまりハウスでフラッシュのビューティースクールが開かれました。この日は構造辞典のスタッフが参加者一人一人に夏を意識したヘアセットとメイクアップをします。ヘアとメイクが完成すると、変身した自分の姿に参加者は感激している様子でした。もういつもとみんな全然顔の輝きが違う。女性の持っているそのものがこう出てて、今日きっとねご主人さんとかご家族の方がいらしたらお家帰られて皆さんびっくりなさると思います。髪ってすごく大事だなってことが改めてね思いましたね。皆さん笑顔で過ごされたのですごく良かったと思ってます。やりがいがあります。また美容ボランティアだけでなく演奏活動も行っています。13日にはケアハウス朝日が丘の誕生日会で、代表の竹島さん率いる音楽ユニットポッコリーズがコンサートを開催。誕生日ソングや昔懐かしい曲を演奏しました。全く楽器が弾けなかったメンバーも、この活動のために店の営業終了後なのに練習をして弾けるようになったそうです。年間目標活動回数は30回。半年で目標達成間近です。綺麗に、そして笑顔になってもらいたい。美容面はもちろん、ユニークな活動で街の人々を元気づけているフラッシュの皆さん。代表の竹島さんに今後の目標をお聞きしました。
無料送迎をやってはいますけど、まだやっぱり送迎をしていただくのは申し訳ないって言われる方がものすごくいらっしゃるんですね。でも僕たちは本当に呼んでいただくことが本当に嬉しいもんですから、もっとお気軽にお電話をいただいて、よし今日は美容室行こうといった時に今から来てもらえると言っていただけるような気軽な街の美容室になっていきたいと思っております。ナチュラルビューティー、そしてバリアフリーなお店美容室フラッシュは、構造辞典と八田町店の2店舗あります。料金や活動依頼の方法など詳しくはホームページまたはご覧の連絡先までお問い合わせください。続いては小牧市の話題です。16日大草にある市民四季の森でキッズダンスコンテストが開催されました。これは今月1日から16日まで市民四季の森で開催されていたバラ・アジサイ祭りのイベントの一つです。昨年から始まり、今年で2回目の開催となりました。このキッズダンスコンテストは小学生を対象にしたもので、県内外から14チームが参加し腕を競いました。参加者は制限時間5分の中で得意とする分野のダンスを元気いっぱい披露し、ステージ上で躍動します。この日のために普段から練習を重ねてきた子どもたちは、小学生とは思えないキレのある動きで会場を沸かせました。審査員を務めたダンサーの市川美沙夫さんとマッキーさんの2人は、時折辛口な審査も交えながら出場者にアドバイスを送っていました。およそ2時間にわたって行われたこのコンテスト、どのチームも思う存分練習の成果を発揮していました。さあ、今日のシステーションもお別れの時間になりました。いかがでしたか？さて、明日のシステーションでは春日井市から世界のワインを楽しむ会の話題、同じく春日井市から伝統文化出張講座の話題、小牧市から設立30周年記念健康フェスティバルの話題、3本のニュースをお伝えします。明日もぜひご覧ください。それでは今日のCステーションはこの辺で失礼いたします。さようなら。